M60 戦車は第二次世界大戦中にアメリカ合衆国が開発していた重戦車である。少数が試作されたのみで実戦には投入されなかった。第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけての戦艦機のアメリカでは戦車開発予算が限定されており、アメリカ軍は第二次世界大戦が勃発した時点で少数の戦車しか装備していなかった。 しかし、1939年から1940年にかけて、ドイツ国防軍が行った、機構部隊の投入による電撃戦の成功は、重戦車計画を含むいくつかのアメリカ軍の戦車開発計画を勢いづかせた。戦車の開発経験は少ないものの、アメリカ合衆国には、戦車の大規模な開発、量産を可能とする巨大な産業基盤と多数の、 エンジニアが存在したのである。T1 重戦車1940年5月20日、アメリカ陸軍武器化は50トン重戦車の開発作業に取り掛かった。まず最初に多砲塔戦車が検討された。これは2機の主砲塔に低所速の T675mm 砲を装備するもので、副砲塔1機には 37mm 砲を据え付け、 同軸に 7.62mm 機銃を配した。さらにもう一機の副砲塔には 20mm 砲及び 7.62mm 機銃が同軸装備された。4丁の 7.62mm 機銃が休憩機銃下に装着された。このうち2丁は車体前面の傾斜走行に、また2丁は車体の後部の角に装備された。 この計画は1940年6月11日に承認され、車両は T1 重戦車の故障を受けた。設計概念は1920年代から1930年代のヨーロッパを通じて開発されていたイギリス陸軍のビッカーズ a 1 HE1 インディペンデント重戦車やソビエト連邦の T-35 重戦車のような多方等戦車に類似した。このような 陸上戦艦は名称の由来たる角に巨大なサイズ、指揮官から各兵員への指揮の困難、高い生産コストなどの不利があり、ヨーロッパでは設計思想そのものが放棄された。10月までにアメリカの開発者たちもヨーロッパと同じ結論に達した。新たな使用書では3人乗りの単一砲塔に、 スタビライザー制御の3インチ高初速砲を採用し、主砲同軸に副砲の 37mm 砲を搭載した。砲塔は手動と電動で旋回するものであった。砲塔は社長用のキューポラを装備したが、これは M3D 中戦車のものと同一である。追加の兵装として、副操重手の担当する2丁の 12.7mm 機関銃が、 車体前面に固定装備された。また操縦手によって、電気的に発砲可能な2丁の 7.62mm 機関銃が、全面総看板に据え付けられた。さらに1丁の 7.62mm 機関銃が、車長要求ポラに、砲塔の右側後部には総天手の担当する 12.7mm 機銃が、回転機銃下へ装着された。 エンジンはライトホワールウィンドナ G-200 を搭載した。搭乗員は、社長、ホーシュ、装填手、操縦手、副操縦士と補助装填手から構成された。主要な技術的課題のうちの一つは、このような車両のための駆動装置を開発することであった。オートモーティブエンジニアーズ協会が構成した委員会では、 空冷式の星型ガソリンエンジンであるライト G-200 をエンジンに選定した。しかし適切なトランスミッションが存在せず、トルクコンバーター、または電気制御変速装置が使用できるか検討され、委員会ではハイドラマチック変速機を開発することを勧告した。M6 の前面。初期の M3 系戦車が背景に見られる。 1941年から1942年に電気制御変速装置を搭載した T1E1、e、トルクコンバータ式変速機を搭載した T1E2 と T1E3 の計3種類の試作型車両がボールドウィンロコモーティブワークスによって製造されたディーゼルエンジンと連想トルクマチック変速機の搭載が予定された T T1E4 はエンジン開発の問題から計画が中止された。試作型各社は車体の製造方法が異なっており、T1E1、e、は車体を溶接で製造し、T1E2、T1E3 は鋳造車体であった。最初に完成したのは T1E2 で1941年12月にアバディーンでの試験を経た後、 ブレーキと冷却系の改善が施された。T1E3 も同じく完成後試験運転が行われた。1942年5月26日、T1E2 は M60 戦車として、T1E3 は M6A1 重戦車として、正式化された。T1E1、e、は m 6 a 2重戦車としては、正式化されなかったが、M6A2 の名前は、 飛行式に使われ、一般にも認知された。1941年の計画当初では5500両の生産が計画されていたが、1942年9月の計画では、アメリカ陸軍武器化は115両の T1E1、e、をアメリカ陸軍向けに生産し、115両の M60 戦車と M6A110 戦車を連合国軍向けに生産するよう提案された。 量産開始は1942年12月で生産車両には若干の改良が加えられた。キューポラはリングマウントのついた両開き式のハッチと交換され、回転重過及び車体左側に装備されていた機関銃は撤去された。しかし M60 戦車の量産準備が完了する頃には気候部隊は計画に対する関心を失っていた。 M60 戦車が中戦車を配備するよりも良い点は、厚い走行と、わずかに、高威力の方であったが、その防御力は、高い車高など、形状の欠点によって一部に難があった。さらに、厄介な内部構造のレイアウトと信頼性の問題があり、補給の問題も一部懸念された。M60 戦車のテストを行った、気候部隊は性能に不満を持ち、 1942年の終わりには、より信頼性があり、コストが安価で、輸送が非常に容易な M4 シャーマンで、今後も十分対処できると判断された。1943年3月には、生産数が削減され、M60 戦車の生産数は、M6 の8両、M6A1 の12両、T1E1、e、の20両の合計40両となった。 M60 戦車の研究はすぐには停止されなかった。T1E12T790mm 砲を装備して試験を実施し、満足すべきプラットフォームであることが判明したが、貧弱な砲塔のレイアウトは再び問題となり1944年3月に計画は中止された。他にヨーロッパ戦線での突撃戦車としての使用を見越して、 M6A2E1、e、重戦車が計画された。T1E1、e、の一両が改造され、新型の砲塔に T5E105mm 砲を搭載した。T1E1、e、の生産20両のうち15両に同様の改造を施し、5両を予備パーツ供給に用いる計画であったが、1944年9月に計画中よされた。 M6A2E1、e、に改造された車両は、その後、T2090 戦車のテストに用いられた。1944年12月14日、M60 戦車計画は廃止された。これらの車両がアメリカ領内から出ることはなかった。何両かは、プロパガンダのためアメリカ合衆国内をめぐり、戦災集めの記念走行などで、 自動車を踏み潰すなどのデモンストレーションを行った。最終的にメリーランド州アバディンに所在するアメリカ陸軍兵器博物館にて展示される一両の T1E1、e、を除き全車が廃棄処分とされた。なお、イギリスで開発されたエクセルシアー銃突撃戦車の試作初号車には M60 戦車のサスペンションと立体が流用されている。ありがとうございます。